どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手にということで、僕んちなんですけども、久々あっちゃんを映像に、はい、呼びました。いつも音声でね、よく喋ってますけども、はい、今回は映像で喋ろうかなという感じなんですけども、木更津キャッツアイの話をしましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いしますまあ、っていうのは僕以前音声で一人でも喋っちゃったんですよ。そうですね、はい、で、はい、あっちゃんに、DVD をお貸しして、最近ですね、はい、で見てもらって、はい、で喋ろうかという感じになりまして、まあ、面白かったです。あっちゃんもヒットだったということで、そうですね、いやありがたい限り僕のではないんですけど、僕の木更津ではないんですけど、まあ半分僕の木更津ですよ、ね、状態的には状態的にはねえ、いや、だから今まで見たことなかったんですもんね。そうですね、名前は知ってたぐらいで、まあ、どの辺がというか、まあ、どう面白かったですかっていう質問でいいですか。まあ、どうといえばやっぱりまず当たり前だけど、はい、工藤官九郎作品じゃないですか、はい、まあ、まず単純にまず受けますよね、受けますね、面白い、笑いが絶えない、はい、そうですね、はい、基本笑いが絶えない、はい、小ネタもたくさんあって、はいはい、まあ、アホエピソード、ほぼアホエピソードですけど、たくさんありの、まあ、工藤官九郎作品、他にも映画も含めて、いろいろ、なんだろう、なんか、舞妓ハーンとか、はいはい、まあ、いろいろ他にも見て、なんだ、少年メリケン作とかもそうですよね。あ、そうですね。はい、やっぱあのノリで、はい、おバカなところがたくさんあって、まずそこが面白かったし、はい、といっても、それ、なんか、ギャグだけじゃなくて、はい、なんかちょっとなんか、人情味があったりとか、そうですね。はい、うんうん、そういうなんか、ストーリーっていうか、まあ、どっちかというとそのやっぱ人情味ですね、そういうあったかさとかそののもありつつ、はい、っていう、はい、そういうところがやっぱり面白かったなっていう、まあ、おすすめされただけあって面白かったなっていう感じ。そうですね、ですね、そこですね、ポイントは、うんうん、はい、やっぱりその役者さん良くなかったですか。あ、役者はそれいいですね、すごく良かったですね、まあ、主演の岡田君はもうまず、まあ、間違いなくもう今も大活躍して、うんうん、あの時多分まだ新人だったんだろうけど、そうですね、20代前半だったんで ね、はい、脇を固めてる人も、まあ、まあ有名ぞろい、今となっては有名ぞろい、今でもみんな活躍大体してますよね。そうですね、うんうん、見る人ばっかりですもんね、うん、個人的にはちょっと、まあ、マニアックって言ったら怒られるのかもしれないけど、はい、なんだ、兄って言いました、金髪の、はいはいはい、兄の人がバトルマン出てたの知ってますか。あ、知ってます、あ、知ってます、はい、めっちゃ詳しいみたいな、頭いい役で、はいはい、でなんかその時めっちゃくちゃ頭いい役やってるのに、木更津で一番バカな役やってるみたいな、そこがちょっと確かに受けてえみたいな、あの時めちゃくちゃ頭良かったよねみたいな。そうですね、なんかこの解除する方法とかとか、そう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 、ちょっとハッキング、政府にハッキングするぐらいかっこよかったのに、うん、最強のバカ役になってるみたいなあれみたいな、確かにそんな面白かったんですけどね、ちょっと関係ない話ですけど確かにそのギャップ、はい、そこで生き残ってバカになったのかみたいな死んでるんですけどね、バトルマンでは。バトルマンでは死んでますからね死んでますけどね、うん、そうそう、とか確かにね、それもありますよね。結構いろんな有名どころの人も、ほんと安倍貞夫から、まあ、うん、脇って言ってもそのメインのメンバーじゃないけど、はい、まあ、桜井くんとか見ますけどね、はい、はい、そうそうそう、本当すごいですよね、豪華キャストで。確かに薬師丸ひろ子とかそうですね、薬師丸ひろ子、はい、なんかはい、お話的に、うん、バッタか、びっくりした。バッタでした。バッタでしたね。シジミじゃなかったっす。シジミじゃなかった。シジミじゃなかった。シジミじゃなかったっす。最後のシジミとかね。いや、どのシーンとか、どの話が好きとかあります？話。どの話か。第何話とか。どれだかな。なんか、笑いでいけばいろいろあるけど、じゃあ笑いじゃない話になっちゃうんですけど、はい、個人的に良かったっていうか、ちょっとじんわりきたところがあったのは、はい、何話目かちょっと忘れちゃってるんだけど、おじいが死んじゃうあたりで、はいはい、はいはい、あれもちょっと一回正気に戻ってるっていうか、いろいろ思い出してから、ちょっとこう、ヤクザ殴り込みに行って、死んじゃうみたいな感じでしたよね。うん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 、で、その前に、ちょっと、髪染めてって言って、うんうん、ですよね。ブッサンとかに、はい、主人公のブッサンとかに来る。はい、シーンがあって、はい、多分5話か6話ぐらい、そんぐらいですかね、だと思うんですよね、うんうん、でその時になんかちょっとこう髪染めてもらいながら、その岡田君とブッサンと喋るところがすごい僕の中でじんわりきたんですよね、うん、なんかそのなんだろう、取りやすいキャッチャーが前いてって、兄弟だったかな、取りやすいキャッチャーって言ってたの、
ですかね。そうでしたっけ。まあそこはいいな。まあ、でとりあえず主人公のブスさんもすごい取りやすい、あの投げやすい、うん、投げやすいキャッチャー、うんうんうん、でなんかすごいやりやすいよって話してて、うんうん、でありがとうみたいになっててっていう話とか、あとなんだろう、野球って9人いないとできないじゃんみたいな話とかで、すごいこういい感じのトークがちょっとこうなんかじわるんですよね、少し、うんうん、で演技もこう、まあ、僕はもう岡田さんって、岡田君ってあのなんかまあ 今やもう大河とかも出ててすごい演技できるっていうか、すごい好きなんですけど、はい、で多分あの時木更津の時ってまだ新人か、下手したら初めて初主演、初主演かもしれないですみたいな感じだったと思うんですけど、結構そこのなんていうんですかね、微妙なこの中間の感情の演技というか、うん、とかもすごい良くて、あのすごいいいシーンだなって僕の中で思ってて、その髪染めてもらう、死ぬ直前に髪染めてもらうシーン、だから そこが残ってるですね、やっぱり話としてエピソードとして残ってるんで、あちょっと5話か6話か分かんないですけどそのあたりですね。なるほど、はい、いいシーンですね、あそこは。そうですね、おじいのね、はい、あの悲しい結末というか、うん、そうですね、うん、あとあもう一個、これちょっとまた笑うとこじゃないくなっちゃうんですけど、はい、あのもうちょっと前のシーンでやっぱり岡田君なんですけど、なんだろう、なんかちょっとふとよ、彼があのガンだから死んじゃうわけですよね、はいはい、最終的に。でなんかいや死ぬのって怖いなってなんかポロッと言うシーンが確かあったんですよね、うん、3話目ぐらいとかだと思うんですけど、うんうん、そこの時もなんかおお岡田君やっぱすげえみたいなのがちょっと一個あったんですね。単に岡田君ファンですねこれさっきからまあいいや、でもなんかやっぱ本州すげえなーと思った記憶はありました。うーん、はい、そしてまた何話目かはわからないっていう3話目くらいです。いやギャグはもうなんかほんともうとことんなんか面白いのはあちこちにあるから、どれって、まあそうですね、どれってどれも面白かったんだけどな。いやそうですね、グッサンのモノマネとか面白かったけど、グッサンの「あ」から順番にやるそうですね、「あ」からそうですね、全部「うん、あ」から始まり「い」いいと「う」と「え」と「ある」っていう、しかもやめないっていう、すげえめっちゃ急いでんのにやめてくれないっていう、そう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 、今それ聞いてる場合じゃないんだけどなみたいな、え「いいから聞いてけ」ってみたいな面白かったっすね、あれね。あとまあ、ブスさんのお父さん役の小日向さん、あ小日向さん、小日向さんもなかなかいい味出してて面白いし、今泣かせてくれるしっていうところもあって、そうですね、あのモノマネ通うじゃないですか、そうそうそうブスさんのところで通って あれ面白いですよね、武藤刑事のモノマネ、そうそうそう、武藤刑事とかやってめちゃくちゃ面白かったですねすごい面白いし、ね、ちゃんと父親らしいとこもまあそうですね、チラチラと見せてくれるっていうか、はい、うん、最初の頃とか本当に父親かよっていう感じじゃないですか、分からなかったっすもん、ああ何なのか、何か名前で呼び合ってるし、うん、そうそうそう、ああお父さんなんだなみたいな、うんうんうん、あの辺もすごく絶妙かなっていう感じがありますね。であと今僕喋ってて、まあ、はい、どのシーン、僕はその、うん、そうそう、もう、どうですか、虹色ライターさんは。いや、僕はもう、あの、本当に全体的に好きすぎて、どこっていうのがあんまりないんですよね、そのシリアスなところ、まあ、それこそ最終回とかもめっちゃ好きだし、まあ、まあ、そ最終回もちろんいいですよね。なんか、まあ、田舎じゃないですか、木更津って、まあ、うん、言っちゃえば。そう、ね。その、ちょっと田舎臭さを出してるところとかが、うん、変に好きっていうのがあって、野菜もっさいの野菜もっさい、あ野菜もっさい、町のもうみんながこのお祭りだけはこう仕事を辞めて参加するみたいな、 あの雰囲気出てじゃないですか、出てたくせに野菜もっさいやってる最中にみんななんかいなくなっても大したなんか気にならないというか、リアルに田舎っぽいなっていう、そのあたりが野菜もっさい面白いですよね。そっちは映画版だった気するけど、あのうっちゃん、うっちゃん出てくるのは映画でした、映画でしたね、映画ですよね、野菜もさやたらキレキレだっていうそうそうやたらとキレてるっていうそういうとこ面白かったですけど、うん、結構ずっと出てきますもんね、そうですね、野菜もさ、野菜はギャグでいけば野菜もさのオーディションのとこは好きでしたね、ああ、はい、一人一人見せ場をあれ面白かったです ね、はい、あれギャグとしてかなり面白かったですみんなそれぞれなんかいろいろ贈り物、貢ぎ物するやつもいれば、うんうんうん、なんか媚び売るやつもいたりとか、うん、はい、警察も、ね、そうです、ま、あの地味にすごいですけどね、爆中、いやそうです、あの人、はい、あの人すごい動ける人ですからね、はい、NHK で体操のお兄さんやってます、お兄さんやってますか、あ知ってます知ってます、あそういうのガチですごいですからね面白いじゃあ好きなキャラいきますか、キャラいきますか、はい、たくさんいるな、うん、たくさんいるな、
好きなキャラ先に聞いてもいいですか。ああ僕ですか、はい、まあ、全員好きだと思うんですけど、あえて言うならみたいな。あえて言うならキャラ、でもそうですね、地味に困りますね、言ってみたもん。いや困るんです。結構みんないいっすよね、みんな面白いですもんね、はい、みんないい味出してますもんね。まあでもさっき今言ってますけど、兄かな。あ、兄好きなんですか、ね、兄僕好きですね。あ、そうなんですね、はい、なんかいや、もう僕も嫌いではないけど一番ではないなって思って今。ただ兄が一番、はい、あのリアルかなって。もし リアル例えばその友達グループとかで、はい、できたとして、こう、はい、要はその幼なじみとかそういうグループができたとしたら一番いそうっていう。マジっすね。一番いそうなタイプだなっていう、リアルに。ああ、僕の周りで考えるといなそうなタイプですけどね。僕の周りではいなそうなタイプですけど、ね、あ、まあ、まあ、うん、かなっていう気もするけどな。そうなんすね。そうですね。まあ、兄はさっき喋った通り僕の中であのとても頭のいい役をやってた頃を知ってるから、いや全然面白いですけどね。一番おバカ、おバカです、おバカですね。まあちょっとウッチーはまたちょっと別枠としても、そうですね、まあ後で賢くなっちゃうんですけど、うんうんうん、なんか、うん、ウッチーとかやっぱ若干こう作られた感っていうか、その 役があるじゃないですか、ね、はいはい、でマスターとかもなかなか、うんうん、うん、リアルにね、あそこ経営してみんなと泥棒して野球してって、うん、なかなかできないぞと思って。ああ、そういう意味では兄みたいな、うん、兄が結構リアルかなっていう。なるほどですね、うん、でも好きなキャラでもやっぱブッサンになっちゃうのかな。あ、なっちゃうって言い方はあれだけど、うん、うん、いいっすよねやっぱり。さ、まあ、一番受けたのはあのグッサンの方なんですけどね。あ、グッサン受けたのは。あ、でも完全にグッサン力なんだよな。あの人がもう面白いみたいな。うん、結構その辺のびのびと役者さんがやってるドラマって印象がありますもんね。あ、そうですね、うんうん、役者さんのなんかそういう面白いところとかいいところを伸ばして、なんかなんていうんだろうな、和気あいあいと撮影してたみたいな、なんかインタビューとかで聞いたらそんなのもあったし、あ、はい、うん、仲いいらしいですもんね、すごいスタッフが仲いいので有名みたいな。あ、そうですね、スタッフも仲いいか、うん、しかもあの兄とウッチーとマスターはあそこでめっちゃ仲良くなって。あ、そうなんですね。で3人 の映画っていうか、映画なんかコメディじゃないけど、ザ3名様っていう。ああ、でも本当にあの3人で、あの3人でやってるのが確か DVD とかで出てますよ、うん、へえ、見てみようかな。なんかファミレスかどっかでただひたすら喋るっていう。あ、そうなんですか。なんかそんな感じの、僕しっかり全部見たことないんですけど、ちらっと見たことあって、うん、昔、そう、あ、仲いい、そう、ガチで仲良くなったんですね。そう、まあ、そういうやっぱあれですよね、若者のなんていうの、群像劇というか、群像劇って言ったら重いけど、うんうん、なんかちょっとリアルなその、まあ、ちょっと年代も年代だからいろいろ古めかしいところもあるけど、うんうん、そのなんか当時の若者のそのなんかいいですよね、雰囲気、リアルさというか。そうですね、出てて、 そこも味かなと思って、うんうん、最初1話目とか借りてみた時に、なんか、あ、なんかちょっと懐かしいというか、まあ、古いというかそういう感じもあるなと思って見てたんだけど、なんか、うん、それはあの後でインタビューも、最終巻のインタビュー入ってたんで一応見たんですけど、工藤官九郎のインタビュー見たんですけど、はい、その本人も意識してたみたいで、なんかいつ見ても面白いものを見ました、インタビュー。多分ずっと前に、あ、うん、見たと思う。なんかいつ見ても面白いものっていうのを意識しすぎて、今やりたいことを入れないのはもったいないっていうか嫌だったって言ってて、あ、だからあえてもう後になったら通じないような時事ネタとかもいっぱい入ってて、うん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 、別にそれでいいやと思って作ってたみたいで、だからなんか あえてその感じで言ってるのもいいなと思って、うんうんうん、だってもう、まあ、時事ネタって分かんなくなっちゃうんですよ ね、 そうですね、本来、うんうん、だけどそこはあえて別にその避けなかったっていう、うんうん、それもだから味になってていいなと思いましたね、うん、いや、それで僕本当ドラマで多分ナンバーワンになるぐらい好きなんですけど、はい、ずっと言ってましたね。でもその僕に結構何でもそうなんですけど、うん、その自分と重ねてすごく共感できる部分があればそれってすごく好きになったりするじゃないですか、うんうんうん、まあ、そうですね。で、まあ、例えば僕は歌を歌ってるから、その歌を歌っている物語とかが自分と重ねられたりするわけなんですけど、うんうんうん、木更津キャッツアイって僕とほとんど重ならないんですよ。お酒大好き、僕お酒飲まない、あ、そう、野球しないし、そんなに好きじゃない、うん、
あ、そうか、そこはそうなんですね、はい、そうか、野球そんなに好きなわけじゃない。好きではないですよ。あ、そうか、そうか、そうです。僕もまあそうですけど、でもドラマは楽しかったですけど。いや、そうなんですよ、ね。あ、そうか、そうですね。だからそれなのにっていうところも僕の中ではすごく衝撃的だったんですよ。なるほどなるほど、うん、重なるとこがないのにないのにこんな面白いっていう、そういうことですね。そうそうですね。そう、まあ一応途中バンドやってるシーンはあるけどちょっと違いますしね。うそうですね、うん、そうか、なるほど、それも要因なんですね、そのなんか1位のなんか、うん、うん、そうですね。あ、それは分かりますわ。そのでも選び方っていうか、そのわかりますか、基準というか。そうですよね、そういうふうに選びますね。やられたみたいな。うん、うん、まあ、黒か黒、まあ、黒か黒面白いですけどね。いや、そうですね。さっき、あのテイストが好きなら、まあ、まあ、どれ見ても、どれ見ても大体黒か作品は面白いと思う、うん、そうですね。まあ、中でもなんですよね。中でも、1番ですかね、僕は。でもまあ、いいのをおすすめしていただいて。いやいやいや、楽しいひとときを過ごせたんです。次回は、はい、タイガー&ドラゴンですいきますか、それでお貸ししますんで、まあ、見終わってから、まあ、いい、他のクドカン作品でもいいですけど別に。何だったら映画とかって喋んないですか、そういうの。あ、映画ですか。あ、映画喋ってましたっけ。映画喋ってました。あ、その木更津の映画ってことですか。じゃなくて映画のお話をするっていう。はい、アクドカン作品とかは。あ、今まだ喋ったことないかもしれないですね。それこそマイコハンとか少年メリケン作とかは喋ってないですね。見てますけど、はい、うん、個人的にはちょっとメリケン作が好きなんですけど、あ、結構笑ったんですけど、うーん、はい、まあ、マイコハンもかなり良かったけど、うんうんうん、はい、そうですね、そう、喋ってないですね。そうなんですね。だから多分また見なきゃっていう気持ちがあるから喋、はい、るとなると見なきゃみたいな。そうですね。あ、まあまあその辺はお任せしますけど、まあまあ、まあ、あ、じゃあいけるってことですね。少年メリケン作、あ、そうか、持ってないか、はい、俺今。あ、僕も、持ってますわ。あ、持ってます。持ってますわ。はい。で、まあ、見てでもいいですし。あ、なるほど。はい、まあ、その辺は、おいおい、じゃあ、どちらでも。調整しましょうか。どちらでも、はい。はい、どちらでも、はい。了解です。ではでは、はい、今回はこんな感じで、木更津を二人で喋ってみました、はい、知らない方はぜひ見てください。大変おすすめでございます。面白いです。はい、虹色映像この間で終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。さよなら。さよなら。